はい、というわけで今日も元気よく社会のメイクやっていきましょう。今日は歴史の45、近世ヨーロッパ1、イギリスとアメリカの革命についてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。18世紀のヨーロッパでは啓蒙思想家の誕生とその考えの広まりで革命が起こりました。またアメリカがイギリスから独立したよという話になっていきます。今回からは近世ヨーロッパになっていきます。ちょっと前ですね、日本の安土桃山時代のちょっと前のところで、中世ヨーロッパについてやっていきました。中世ヨーロッパでは、ルネサンスが起こったりとか宗教改革が起こったりとか、あとは大航海時代ですよね。大航海時代で、その羅針盤とかの開発によって遠くの海までできる、行けるようになった。そこから新しい大陸が発見されたりとか、どんどん世界に進出していったっていう中で、日本と関わっていったっていう話でした。はい、今回は近世ヨーロッパになってくるので、大体17世紀、18世紀、19世紀あたりの話ですかね。そういった中のヨーロッパ、特にその西ヨーロッパの方ですね、イギリスとかフランスとか、ドイツとかイタリア、そういった国々について見ていきたいと思います。近世ヨーロッパの動きがこの後、ちょっと前まで江戸時代やってたんですけど、江戸時代の終わりの日本に大きな影響を与えていくんですね。中世ヨーロッパの大航海時代の動きが信長とかの動きに関係してきたと同じように、ヨーロッパが日本に関係してくる。じゃあそのヨーロッパってどんな風だったのかなっていう話です。まず17世紀ですね。17世紀から18世紀のヨーロッパっていうのはオスマン帝国っていう、その現在でいうサウジアラビアとか、トルコとか、そういった国の領土を奪って、東に広がった一方で、西側ですね、西側の、さっき言ったイギリスとかフランスとか、そういった国々が激しく争っていた時代でした。フランスと、イギリスが100年戦争っていうのを起こしたりとか、とにかくごたごたな時代だったんですね。で、17世紀に発展していったのは日本とも関係のあったオランダですね。オランダが栄えていきました。そしてその次にイギリスも急速に国力をつけて、18世紀にはイギリスとフランスっていうのが最強国の地位を競って何度も戦争していくんですね。ヨーロッパっていうか、世界もそうなんですけど、その時々その時代によって栄えているっていうか、トップの国っていうのは変わっていくんですね。大航海時代で言うと、スペインとかポルトガルとかが力を持っていました。そこから金融を中心に力をつけていったオランダ、そしてその後はイギリス、フランスっていう形で最強国が変わっていくんですね。はい。で、この時代のヨーロッパの多くの国っていうのが君主制でした。君主制っていうのは王様がトップにいるっていう国でした。ただその中でもイギリスとフランスで革命が起き、北アメリカ植民地でも、革命が起こって合衆国が、作られ、アメリカ合衆国が、独立するなど、新しい政治の仕組みが生まれていくことになります。そしてこれらの革命を後押ししたのがロック、ルソー、モンテスキューっていう啓蒙思想家なんですね。これめちゃくちゃ大事になっていきます。ロック、ルソー、モンテスキュー、ロック、ルソー、モンテスキューってもう何回も言って、覚えておいてください。で、この啓蒙思想家なんですけど、何か戦いが強いとか、素晴らしい政治をしたっていうよりは、人々に考えを根付かせた人々なんですね。新しい考えを広めたことによって、人々の考えが今までとガラッと変わった。この啓蒙思想家の3人が出てくる背景っていうのも、また大事になってくるんですね。ヨーロッパっていうのは、中世ヨーロッパまでは、キリスト教が絶対だったわけなんですよ。キリスト教、聖書に書いていないことを調べたりとか、その、教会に反するようなことを言うと、裁判にかけられて最悪死刑になってしまう。だからこそ、キリスト教は絶対だし、キリスト教のトップであるローマ法王ですね、とかっていうのに、逆らっては絶対にいけないよ、新しい勉強しちゃいけないよっていう考え方だったんですね。キリスト教が絶対の世界。しかしそんな中、中世ヨーロッパでペストが起こるんですよね。ペストっていうのは本当に当時の人口の何分の1ぐらいが死んでしまうような大きな被害をもたらした病気だったんですけど、その当時そのキリスト教はもうお祈りしていれば、その神の言ったことをその生活の中でしていれば幸せになれば救われるっていうふうなことをしていたのに、どんなにお祈りをしても、そのペストの流行によってバタバタ人が死んでしまう。そして死ぬ時の表情ですね、苦しい表情をしているわけですよ。それを見た人々っていうのは、キリスト教は本当に俺たちを救ってくれるのかっていうふうに、ちょっとずつ疑問を持つようになってくるんですよ。今までは疑問を持つことは禁じられていたんですけど、あれ本当にキリスト教って正しいのかな、神は私たちを救ってくれるのかっていうふうに疑問を持っていく。さらにそこに訪れたのが大航海時代で新大陸が発見されるわけなんですね。今まで知らない場所に大陸があった。聖書のどこを読んでも
新しい大陸なんてものは書いていなかった。神は全てを知っているはずなのに、なぜ新大陸については書かれていないんだろう。さらにキリスト教に疑問を持っていくわけなんですよね。そういったキリスト教に対する不信感って言ったらあれですけど、本当にこれで大丈夫なのかよっていう下地があったからこそ、この啓蒙思想家っていうのは現れてくるんですね。啓蒙思想家っていうのは、今までのあり方は本当にそれでいいのっていう考え方を、持った人々なんですね。これも中世ヨーロッパだったら裁判にかけられて死刑とかにされるわけなので、そういった、まあ、時代だったわけなんですよね。キリスト教本当に大丈夫っていう中で、そもそも制度のあり方も本当にこのままでいいのっていう形です。はい。まず、それぞれ3人、まあ、大事なので、それぞれ見ていきたいと思います。まず、ジョン・ロックですね。ジョン・ロックっていうのは、社会契約説っていうのと、抵抗権っていうのを、言った人なんですね。社会契約説っていうのは、そもそも王様ってなんで偉いのっていう話なんですよ。俺たちはなんか王様にとにかく従って、王様に言われたらもう全てのことを従っていたりとか、王様に土地を没収って言われたら没収させられていました。じゃあなんでそもそも俺と、国王っていうのはそういう立ち位置なのかっていうと、そもそも国王と国民って、まあ国民っていうかまあ平民ですよね。平民っていうのは契約によって成り立っているんだよ。だからこそ、しっかり王様が守ってくれるとか、俺たちの財産を保証してくれるとか、生活を保証してくれる。だからこそ俺たちは王様に従っているんだよ。だから、その王様が俺たちに対して、守ってくれないとか、税金を厳しくして生活が脅かされるとかっていうことであれば、抵抗してもいいんだよっていう考え方を、発表したんですね。まあ、これっていうのはもう、今までの考え方からしたらめちゃくちゃすごいことなんですよ。絶対もう王様には従わなきゃいけない。そもそも抵抗するなんて、っていうか王様を疑うことのようなことなんて考えちゃいけないっていう時代に、そういうふうに抵抗していいんだよっていう考え方を、広めたんですね。そして、ジャン・ジャック・ルソーですね。ジャン・ジャック・ルソーかっこいいですよね。かっこいい名前なんですけど、このルソーっていうのは、ロックのその社会契約説っていうのを元にして、社会契約論っていう本を書いたんですよね。そして、人民主権っていう考え方も、出していきました。そもそも国王が絶対なんじゃなくて、俺たち、国民が主権なんだよ。俺たちが政治をやっていくんだよっていうことを、発表したんですね。で、これっていうのも、このジャン・ジャック・ルソーが、社会契約、論っていう本を書けたっていうのも技術の発展ですよね。今までだったらそんな新しい考え方を持ってもその考え方が広まるっていうことがなかったんです。しかし活版印刷術っていうのが、できて本を発行するのが当たり前になってきたんですね。今までは本を書くっていうのも一個一個手書きで写さなければいけなかった。だからこそ本を書くっていうのは、非常に難しいし、それを広めるっていうのは難しかった。活版印刷術によって、ジャン・ジャック・ルソーの考え方がバン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 っていうふうに活版によってコピーすることができる。そうすると、社会契約、論っていう本が、どんどん人々の間に広まっていく。抵抗していいの？王様が契約守らなかったら、俺たち抵抗していいの？そもそも俺たちが主権なの？っていうことが広まっていきやすかった時代だったっていうのもあるんですね。はい。そして最後、モンテスキューですね。モンテスキューは、三権分立っていうのを出すんですね。三権分立っていうのは、国が持っている、主な権力っていうのは3つあると。まあ、現在で言うと、国会内閣裁判所みたいな感じなんですけど、政治を行う力、そして法律を作る力、そして裁判を作る力っていうのは、現在は、国王が全て持っていて、例えば、国王が気に入らない奴がいたら、死刑にすればいいとか、国王が、思った法律を作ることができるとか、国王が勝手に自分の思い通りの政治ができるっていうふうに、全部の権力が、国王が持っているんだけど、いやいや、それは、分かれて、あるべきだよ。一つのものが権力を持つんじゃなくて、ちゃんと分裂していなきゃいけないよっていう考え方を発表していくんですね。はい。こういった考え方も先ほど言ったように、国王の言うことが絶対とか、キリスト教が絶対っていう世界観じゃなくなってきたからこそ、発表できた考え方だったんですね。で、紛らわしいですよね。ロック、ルソー、モンテスキュー、非常に紛らわしいので、ロックは社会契約説を書いた人。それを元にして、ルソーが社会契約論を、書いた人。本を作った人ですね。モンテスキューの違いはわかりやすいですね。ロックとルソーがわかりにくいんですよ。ルソーは、結構面白い人物なんですよね。ルソーって結構変態なんですよね。若い時っていうか、いい年をした時なんですけど、なんか街中で若い女性に対して自分の下半身を見せて喜んでいたみたいな、結構変態なんですね。しかもそれを自伝で書いて、なんかすごい良かったよみたいなことを書いているっていうかなりの変態なんですね。で、さらには
まあ、子供たくさん産むんですよ。5人ぐらい子供産むんですけど、全員なんか育てられなくて孤児院に送るみたいな人なんですね。まあ、本当にその、ルソーはその社会契約論っていう本を書いて、たくさんの世界の人を救ったんですけど、まあ、本当にその下半身を出されている、見せられた、まあ、その女性からしたらなんだこいつみたいな感じだし、まあ、自分の子供は不幸せにしているんですよね。社会契約論を書いてなかったらただのもう嫌なやつで終わったのに、まあそういった、まあ、本を書いたことで世界中の人々を救っていた。まあロック、ルソー、モンテスキュー紛らわしいんですけど、まあルソーは変態だよっていうふうに覚えておいてください。まあでもかなりイケメンだって、まあ結構なんか、女性に人気だったみたいですけどね。はい。っていうところで、この3人の啓蒙思想家、自分の考え方を世界に広めた人っていうのを紹介したんですけど、こういった彼らの思想っていうのは、先ほど言ったように本ですね。この、まあ、本が当たり前のようになってきた時代なので、本とか雑誌とか百科事典などを通じて、まあ、世界に広まっていったっていう話です。また、近世ヨーロッパでは、ガリレオですね。ガリレオ・ガリレイとか、ニュートンですね。アイザック・ニュートンとかっていうのが、自然科学も発展していったよって話です。自然科学っていうのも、まあ、中世ヨーロッパでは否定されていたことですね。私たちって当たり前のように科学的に考えますよね。しかし中世ヨーロッパはキリスト教が絶対だからこそ、その科学的に考えるとかはダメなんですよ。もうその神が言っていることは絶対、聖書に書いてあることは絶対なので、それが本当かどうか調べるなんてことはしちゃいけないよ。でもこの時代だったからこそ、ガリレオ・ガリレイが天体を観測して、あれ地球動いてるんじゃねっていう風に考えたりとか、ニュートンが万有引力の法則っていうのを考え出したりできるっていうのもこの時代だった頃、こそです。まあ、地動説とかっていうのは、まあ、昔から言われてたんですよね。まあ、古代ギリシャの頃から言われていた、まあ、3000年くらい前ですかね、から、あれ地球って動いてるんじゃねっていう風になったんですけど、聖書の中で、地球が中心で他の天体が世界を回っているっていう風になっていたので、それを、まあ、天動説ですね。天が動いているっていうのを聖書に書いてあるので、その地動説、地球が動いているっていう研究をしたらいけない。そもそも、天体を観測するっていうのはあまり良くないことって言われていて、ガリレオ・ガリレイとかは、望遠鏡でなんか星空を見て、確か逮捕されて裁判されているはずなんですよね。そうじゃなくて、本当に科学的に考えよう。私たちの当たり前のようなその考え方の基本っていうのがこの時代に生まれて、科学が発展するという形になっていきます。そういった中で、イギリスとアメリカの革命が起こっていきます。はい。イギリスの政治の中心ですね。元々の政治っていうのは、国王と地主などの富裕層からなる議会だったんですね。なので、他の国が絶対に王様の言うことを従わなきゃいけないっていうのじゃなくて、割とイギリスっていうのは近代的というか、立憲君主制的な考え方だったんですよね。まあ、王様はいるけど、まあ、話し合いで政治を進めていきましょうよねっていう形でした。まあ、もともと1215年ぐらいにマグナカルタっていうのが出されていて、国王が一人で、絶対王政みたいな感じで、王様が絶対みたいな感じのことをできないような考え方っていうのが1200年代からあったので、まあ、基本的にはイギリスっていうのは話し合いで政治をしていきましょうよ。まあ、ただ、一般人がその政治に参加できるかっていうと、まあ、そうではなくて、地主、土地をたくさん持っている人とか、富裕層が話し合いをしながら、まあ、国王と政治を進めていました。ただ、そんな、まあ、割と民主的な話し合いによって進められていた政治だったんですけど、17世紀の半ば、1600何年ですね、国王が議会を無視して、宣誓を続けたんですね。俺の言うことを聞けって言って、もう国王がめちゃくちゃしだした。そのため内戦が始まったんですね。王様、絶対に俺の言うことを聞かせたいっていうのと、いやいや、話し合いでやれよっていう話だったんです。しかし、まあ先制政治に対して議会側に立ち上がったクロムウェルっていう人がいたんですね。クロムウェルっていう人が指導して、勝利して国王を処刑するんですよね。そして共和制っていうのを始めました。これはピューリタン革命ですね。プロテスタントの、まあキリスト教の教えを絶対にしようっていう人が、多く参加した戦争っていうこと。から、ピューリタン革命、まあ、政教徒革命っていう風に言われています。ここで登場した共和制です。共和制っていうのは、いくつかの、ま、国が、まあ、例えば、ま、日本みたいな感じで言うと、例えば岐阜県とか、愛知県とか、長野県から、それぞれ代表を、ま、出して、その代表による話し合いで政治を決めていくっていうのが共和制になっていきますね。まあ、昔のローマ帝国とかも共和制で始めていました。まあ、誰かが一人を力を持つっていうよりは、まあ、みんなで話し合って決めましょうね、みたいなのが共和制です。で、これにより、国王がいなくなって、共和制話し合いで政治を進めていこうよっていう話になったんですけど、また再び、クロムウェルの死んだ後、イギリスっていうのは、王政に戻ってしまいます。で、まあ、同じように、また王様が宣誓を行ったため、1688年から89年にかけて、名誉革命っていうのが起こります。まあ、なんで名誉革命なっていう話なんですけど、確か
戦争が、大きな戦争とか起きずに人とかが死ななかったっていうところで、まあその平和っていうか、その落ち着いたその革命ですよっていうところで名誉革命って呼ばれていたそうです。はい、そして、まあ議会を尊重する、王様ですね。もう話し合いで政治を進めていこうっていう王様が新たに選ばれる。だから国王を処刑したとかじゃないんですよ。新しくその、話し合いによって政治をしていこう。昔からだってイギリスって話し合いと王様で政治やってきたじゃん。どっかをなくすとかじゃなくて、議会をなくすとか、王様をなくすとかじゃなくて、その王様が議会を尊重して、共存していこうぜっていう形で、選ばれることになります。そして権利焦点ですね。これは国王の暴走を防ぐ、専制を防ぐような、まあ、制度を定められて、世界初の立憲君主制と議会政治ですね。立憲君主制っていうのは憲法によって王が定められている。王が絶対じゃなくて、その憲法によってお互いを制限し合っていますよ。そして政治っていうのは話し合いによる政治ですよっていうところで、まあそのイギリスっていうのはまあいろいろごたごたあったんですけど、最終的には王様もその残って議会も残って話し合いで進めていきますよっていうのになっていきます。この制度っていうのは19世紀から20世紀に他の国へまで広がったっていうことで、いろんな国にその考え方っていうのが広まっていきます。王様もいていいし、その議会も、話し合いで政治を進めていきますよっていうことですね。はい、続いてアメリカの独立革命になっていきます。はい、この当時の、まあ、アメリカっていうのはどういう状況だったのかっていうと、アメリカはイギリスの植民地だったんですね。まあ、西側はフランスですかね。フランスとかイギリスの植民地、だったんですね。で、この当時の、まあ、植民地であるアメリカっていうのは、まあ、いろんな産業とかが発達していって、まあ、その、まあ、割と豊かだったんですけど、ただ、その、アメリカの人々の代表っていうのは、イギリスに対して代表を送る権利を持たなかったんですね。つまり、その、まあ、アメリカの意見が反映されないというか、例えばその岐阜県で、その国会議員が選ばれなかったら、岐阜県に国会議員がいないので、その、日本の国会で話し合いをする際に、岐阜県にいっぱい橋を作ろうとかってならないわけですよね。ただ、岐阜県の中にちゃんと国会議員がいるからこそ、国会の中で、いやいや、岐阜県にも、橋作ってくださいよとかっていう風に話し合いの中で言えるわけなんですよね。はい。っていうように、アメリカが代表を送る権利がなかったっていうことは、アメリカをもっと良くしてくれとか、アメリカにその道路を作ってくれとか、アメリカ人の権利を、まあアメリカ人っていう考え方も当時ないんですけど、アメリカに住んでいるイギリス人の権利を何とかしてくれっていう人が、話し合いの場にないんですよね。確かにイギリスはみんなの話し合いによって政治を行われているので、王様がこうとかっていう話ではないんですけど、アメリカの代表者がいないことで、アメリカにとって、まあ、損な状態だったんですね。ってなった中で、まあちょっと話を戻すんですけど、イギリスとフランスとの戦争っていうのが長年続いていたんですよね。100年戦争って言われるような戦いをずーっと戦いをしていたせいで、イギリスでお金がなくなってきたんですよね。戦争も長年やっているので、とにかくお金がねえってなった時に、どうしようってなった時に、あれ?これ植民地から税を高くすればいいんじゃね?っていうふうになるんですね。例えばイギリスのある町とかの税金を上げようってなると、その議会の中で、その国会議員たちがふざけんなーって言って、俺たちの土地から税金を上げるなーっていうふうに言うんですけど、アメリカ別にこの話し合いの中にアメリカの代表者いないし、勝手に上げちゃえっていうふうになって、そのイギリスとフランスとの戦争の足りなくなったお金を植民地から取り上げようとしたんですね。これから植民地もっと税金上げますよっていうふうに言うんですね。まあ、ただアメリカに住んでいるイギリス人からしても、いやいやふざけんなよってなるんですけど、その政治を決定する場に、そのアメリカに住んでいるイギリス人の代表者いないので、抵抗できないわけなんですよね。っていうことで、植民地側っていうのは、代表をなくして課税なし、代表ないのに税金上げるなっていうことで、反対運動を起こしていくんですよね。特に有名なのがボストン茶会事件ってやつですよね。税金をめちゃくちゃ上げられていった、ってなった中でふざけんなよイギリス音楽ふざけんなっていうところで、そのまあ、船に積まれていたそのお茶ですよね。お茶の葉っぱ、当時まあイギリス人っていうのはめちゃくちゃそのお茶を飲む、その紅茶を飲む文化っていうのがすごかったので非常に高価だったんですよね。さらにそこに税金がたくさんかけられていた、っていうところでその抵抗運動の一つとして、その船に積まれていたお茶の葉っぱを全部海に投げ捨てるみたいな、ふざけんなこらーっていうことで、その全部ひっくり返しちゃうっていう話ですね。なんかもう本当にその時のそのお茶っ葉の海に流す量が多かったせいで、もう海の色が変わったみたいなことが残っているぐらい、そういう抵抗運動をしていくんですね。で、
そういった中でふざけんなってなっている中で、イギリスはそれを抑えようとするんですね。で、そのためもう独立戦争っていうのが起こるんですね。もうふざけるなっていうことで、俺たちも独立するぞって、俺たち代表者いねえなら、その勝手に決める権利なんかないはずじゃ、だったら独立じゃいっていうことで戦争を起こして、植民地側は1776年にもう俺たちはイギリスじゃねえと、もうアメリカじゃいっていうことで独立宣言を発表していくことになります。で、この独立宣言の内容っていうのは、これ公民でも出てくる非常に大事なことなので、生命、自由、幸福の追求ですかね、っていうところも中心として内容まで覚えておくと、非常にいいかなというふうに思います。で、この独立戦争っていうのはフランスの支援があったんですね。まあイギリスとフランスっていうのは仲悪いわけですから、そのフランスとしてはそのイギリスが弱る方がいいですよね。っていうところでアメリカを独立させようとフランスがお金をどん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 上げていって、まあその影響もあって、植民地側ですね、アメリカが勝利して、人民主権とか三権分立を柱とする合衆国憲法っていうのを定めることになります。まあここにも、ロックルスとモンテスキューの影響っていうのは非常にまあ受けているんですね。遠く離れたまあアメリカ、まあそのヨーロッパで出てきた啓蒙思想家の影響がアメリカの独立戦争にも影響を与えるっていうことですね。はい、こういった合衆国憲法が定められて、初代大統領にワシントンが選ばれることになります。こうしてその人民主権、人々が主権ですよ、人々が政治を行っていく中心ですよ、そして権力がしっかり分立しますよっていうような世界初の大統領制っていうのが生まれたんですけど、まあ独立直後、まあ独立したばっかりのアメリカっていうのは、まあ大陸の東側だけですね。現在で言うとアメリカっていうのはそのアメリカ大陸、北アメリカ大陸のほとんど、まあ東から西までを占めるような、でっかい国なんですけど、当時はまあ東側のまあ一部を中心とする国だけだったんですよね。で、まだその奴隷制も続いていたっていうところで、奴隷制っていうと、なんかその、独立宣言で人民主権とか言ってるのになんか、奴隷制とちょっと違くないっていう話なんですけど、まあそういった、まあ、100%、まあ国民のためとか、平等だよっていうのはまだ誕生してないっていう状況になっていきます。はい、というわけで今日はイギリスとアメリカの革命についてやっていきました。はい、この当時、近世ヨーロッパですね、キリスト教が絶対、王様が絶対っていうところから、本当にそうなのっていうふうに疑うような考え方、まあ疑うというか、キリスト教絶対って本当なのっていう考え方が広まっていく中で、今の政治の仕組みは本当に合ってるのっていうところで、啓蒙思想家ですね、ロック、ルソー、モンテスキューっていうそのまあ人が新しい考え方を発表していきます。王様と国民っていうのは契約によって成り立っています。その契約が破られるのであれば、人々っていうのは抵抗してもいいよとか、王様が全部権力を持っているっていうのはおかしくないっていう考え方を、本で広めていくようになっていきます。これによって、人々が今の制度に疑問を持つようになっていきます。そういったものが、今回のイギリスの革命ですね。ピューリタン革命からの名誉革命、人々による政治をやっていきましょうっていう仕組みとか、あとアメリカの独立宣言ですね。人々人民主権三権分立によって新しい国を作っていこうっていう流れにつながっていくことになっていきます。そして次の時間はさらにもっとまあ過激なというか、その大きな、渦を巻き起こしていくフランス革命っていうのが起こっていきますという形になっていきます。